今の神楽は、天地開脚と言いまして、イザナギ、イザナミの御事が、国海、日本の国をお作りになった時の様子を表したお神楽でございます。イザナギ、イザナミの御事が、日本の国土を海を落とす時に、大屋島、それから合わせて108つの島をお産みになったということで、それを、最後にイザナギの御事が、お二人で、いくつ産んだかということを数えながら、で最後にイザナギの御事がその島々を渡って、見聞していくといったお神楽でございました。次のお神楽は、四方固めといいまして、国になされた後、その国に、の四方をお祓いして、悪いものが入ってきたり、疫病が入ったりしないようにお祓いをするお神楽でございます。Thank you.